今回は、メタ社が開発を進めている、ブレインマジックについてご紹介します。ブレインマジックでは、脳にチップを埋め込まずに、言葉を脳波から読み取ります。まずは、この画期的な技術をざっくりと理解するために、翻訳サービスを例に解説を進めます。現在の翻訳サービスは、人が喋った内容、つまり、音声を元に翻訳をしています。これに対して、この技術では、 喋りたいことを脳波から読み取って翻訳します。つまり考えていることを直接翻訳するようなものです。現在は研究段階で実用化まではまだ時間がかかると思いますが、この動画ではブレインマジックについて紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。ブレインマジックのソースコードは公開されています。このページへのリンクは概要欄に貼っておきますので、そちらをご確認ください。 ページをスクロールすると、このソースコードの元になった論文へのリンクが貼ってあります。このリンクをクリックします。この論文の要約された部分を見ていきましょう。要約の部分をコピーします。次に、チャット GPT の画面を表示します。コピーした内容を貼り付けます。そして、この内容を翻訳してもらいましょう。論文は専門用語が多いので、 直訳と意訳の二つのパターンでお願いしています。それでは、この内容でチャット GPT に聞いてみます。しばらく待っていると、結果が返ってきました。それでは早速、翻訳された内容を確認していきましょう。まずは、序文です。脳活動から、音声情報を読み取ることについて説明が記載されています。次に、脳を読み取るためには、特別な機械を使うという説明が続いてます。 ここでの特別な機会は脳に埋め込むチップをイメージすると分かりやすいです。その後に脳にチップを埋め込まないパターンで脳波を読み取る実験を行ったという流れになっています。実験では175人の人たちの脳波を利用したようです。実験の結果は平均して41%の正解率で一番うまくいった場合は80%の正解率だったとあります。次に 今回の実験の重要性が強調されています。そして、この新しいアプローチは、言葉の意味にかなり影響されるという見解も述べられています。最後に、脳にチップを埋め込まずに脳波から、言語の意味合いを知ることができる画期的な方法だとまとめられています。この技術が実用化される日が楽しみですね。いかがだったでしょうか。今回の動画がいいなと思った方は、ぜひ、チャンネル登録をお願いいたします。 このチャンネルでは AI に関する情報や Web のお役立ち情報を発信しています。また現在、プログラミングやプロンプトエンジニアの学習をしている方向けに、現役のエンジニアに質問し放題のサービスを運営しております。詳細のリンクは概要欄に貼ってありますので、そちらをご確認ください。それではまた別の動画で。